なるせまさしげは、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。犬山藩初代藩主で、尾張藩の不画老。なるせ正一の長男。母は、熊谷忠綱の妹。通称は、正吉、十五一下に女人後は、早戸生を名乗る。永禄十年、徳川氏の家臣、なるせ正一の子として誕生した。幼少の頃より故将として、 徳川家康に仕える。天正十二年には、小牧、長久手の戦いで故障気味に属して偉人し、勇敢に敵陣に飛び込み株と首一つを上げ、この功績により、家康より五百国と秋差しを賜る。天正十三年には、橋場秀吉の攻撃で死産した根殺衆五十名を与えられ、十七歳にして一軍の将となる。 この鉄砲隊が後に根頃組と言われる100人組の部隊である。また、天正18年の小田原征伐で功を挙げ、豊臣政権に服従した家康が関東に違法されると、下佐国葛飾軍栗原四千国を与えられた。江戸では四谷に屋敷を与えられ、組下の根頃組を内藤新宿に配置し、甲州街道の防衛に当たった。 朝鮮出兵を控えての大阪での馬揃えでは、豊臣秀吉の目に留まり、五万国で召し抱える胸を言い渡されたが、二君に使えずとして涙を流し、どうしてもというのであれば、腹を切ると誇示したという逸話がある。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、家康の使い番を務める一方で、根頃組100人を率いて、飢餓の先鋒を務め、功績を挙げる。 この時の功により堺奉行に抜擢される。その後、家康の老中となって、本田正澄、安藤直次らと共に、政務の中枢、江戸幕府初期の幕政に参与した。また、幕府直轄領であった海野国内に2万国、三河国かも群内に1万国を与えられて3万4千国の大名となった。慶長12年、十五位下に助せられ、 早やとを称した。慶長十五年に、尾張徳川家の祖、徳川義直の補佐役となり、尾張半層世紀の反省を指揮し、その確立に功績を残した。慶長十九年の大阪冬の陣で、徳川氏と豊臣氏が和睦した時、大阪城の堀埋め立工事の指揮を、本田正澄、安藤直次らと共に行った。なお、 この際に、大阪法のお玉という女中が、和睦の条件は、総堀の埋め立てなのに、外堀や内堀まで埋めていることに抗議すると、総堀とは、全ての堀のことであろうとからかい、ついに、大阪城の堀を全て埋めてしまったという逸話もある。また、尾張藩の不画老として死去した、平井は近吉の軍勢を指揮して、 吉直に従うだけでなく、駿河年寄りとして、安藤直司と共に軍議に参加し、諸大名を統制する役割を担った。その後、尾張藩の不我老であった、平井は近吉が、六次断絶すると、家康より特に壊れて、不我老に任じられ、犬山城を与えられた。寛永2年、59歳で死去した。 死に望んで、大御所の眠る日光に行くと言い出して聞かず、家臣たちが籠を担いで日光に向かっているふりをした、逸話がある。その後、ナ瀬氏は代々、終わり藩の札老として仕えた。墓は、千葉県船橋市の宝政治にあるとも言われているが、所在不詳である。葉隠れには、ナ瀬正マの逸話が掲載されている。それによると、 徳川義直の過労となった時、家康から、もし義直が謀反を起こそうとした時はその旨を自分に知らせるようにと言い聞かせ、それを遵守するための希少文を書かせようとしたが、正しは自分を直属の過労に据えるからには、自分の主は義直数と、もし義直が謀反を起こしたら、自分も家来としてそれに従う。それゆえ、このような希少文を書くことはできない。 と、家康の命令を断ったという。ありがとうございます。